巨人、悪魔の崩壊。9回バルドナード、1点取られて2点差に。バルドナードなんかしっくりきてなかったな。で、いないに交代。エンターテイナーヘナイ、俺たちの霊内。盗塁成功、ゴロ終了。で、いないナイティ、そのまま負け、巨人4連敗。終わった、お、来た。ドームと神宮、逆にしてくれ、なんでホームでこんな弱いんだよ。赤星0勝7敗すげえな。阪神戦3連敗、勝ちパ出さずに済んだのが、せめても乗って味方が一気に崩れたな。バルドナード、これキレがなさすぎて厳しいぞ。岸田もひどいが、投げてる球もやたら見られる、粘られる、打たれるで良いとこない。に今日はヤクルトなんかに負けんぞ、ほんとヘタレだわ巨人。連敗を脱したのは最下位でした。巨人はベンチが絶望的に暗いわ。マレーリ冷えたらこうなるってのはなんとなく分かってたな。打てないし、死球も選ばない。制球悪い、奥側に投げ切られたし、このチームはホスギ死球から失点するのに死球選ばない。もう3立てされなきゃいいよ。岡本が打たなくなると負けるな。星小林にしろ、梶谷に早く来てくれ。いやいや、若手に目を向けようよ。毎回毎回ベンチばっかり。岸田見てるけど、完全にベンチの配球なのか。いつも変化球打たれてるやけど、完全に連敗モードだな。やばいやばいやばいやば。